2019年6月12日、茨城空港から石垣島へ。映像は茨城空港離陸から雲の上に出るまでの風景。今回の沖縄旅行は会社の永年勤続慰労で、基本、夫婦3泊4日定額負担、行き先自由、オーストラリアだと往復の旅費だけで、足が出るが、国内であれば宿泊費と食事代、オプションツアーもつけてもリッチに行ける。というわけで、なるべく交通費を抑えて、予算内リッチな沖縄旅行に行くコンセプト、石垣島2泊、那覇1泊の沖縄旅行。飛行機は自慢じゃないが、新婚旅行以来約30年ぶり。アクションカメラを買うきっかけは、石垣島で海底散歩シーウォークの様子を、防水カメラで残すことでした。実際には予約した日の前日が悪天候のため、当日晴れでも海中の状況不良で中止でした。残念。初日は那覇空港から直接、石垣島なので、荷物は引き取ったらすぐ石垣島行きの便の、荷物預け。3時近かったが、那覇空港で昼食、沖縄らしい食べ物ということで、ソーキそば、この後ソーキそばは食べてはいないが、空港のお店ではないところで食べた方が、良かったのかな？那覇から石垣には UQ エアコミューター。那覇空港はさすがに滑走路はあるかず、バスで飛行機サイドまで移動。那覇から石垣まで約1時間のフライト。プロペラ機は初めての体験。機内は窓の狭い大型バスのような感じ。乗客は空いていました。キャビンアテンダントさんのユニフォームがトロピカルで、南国ムードが漂っていいです。石垣空港到着。空港らしからぬ入り口には面食らいました。
石垣島での移動のレンタカー三菱、デリカ D2、デリカってでかいワンボックスワゴンの、イメージでしたが、でもこれは鈴木から、OEM 供給ソリオでした。普段のフリードスパイクと遜色ない走りで、好印象でした。グランビリオリゾート、石垣島ビラガーデン。夕食&朝食ともにバイキング。夕食には石垣牛のステーキをオプションで、お部屋も食事も十分に満足できました。おすすめのお宿です。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。